と大熊本寺によるプロレスのタッグチームそのチーム名の通り、主にヒールのポジションで活躍した。クレートソロク日本プロレス在籍時の1967年8月より、共にアメリカに遠征し、ライジングサンズのチーム名で、テネシーやジョージア地区で活動。テネシーでは、同年10月に NWA 世界タッグ王座を獲得し、 エディグラハムサムスティムボートやジャッキー・ハーゴヘイスタック、カルホーンなどのチームとも対戦した。渡米中、大熊がホームシックで体重が大幅に減少したため、1968年に単独で帰国。ソロクはシングルプレイヤーとしてアメリカでの活動を続けるが、1970年9月のソロクの帰国から約半年後に、大熊が再渡米。 その後、大熊は日本プロレスに戻ることなく1972年に全日本プロレス旗揚げに参加。ソロクは日本プロレスに残留したためコンビは一時解散となったが、翌1973年4月に日本プロレスが崩壊。ソロクが他の日プロ残党と共に6月より全日本プロレスに合流したため、再び両者のタッグが復活することとなった。 1976年3月26日には、韓国のソウルにて、日本プロレスの崩壊に伴い封印されていた、アジアタック王座を獲得。以降、1981年5月23日に、ケビン・ホン・エリックデビット・ホン・エリックに敗れるまで、同王座を通算4回獲得した。1970年代後半は、国際プロレスのリングにも参戦し、 アニマル浜口マイティの上の何はブラザーズとアジアタック王座を争った。1979年8月26日のプロレス夢のオールスター戦では浜口長州寺からと対戦している。アジアタック王座陥落後の1981年末には世界最強タック決定リーグ戦に初出場。以降も1986年までチームを継続させ、 ジャパンプロレス勢や国際決命軍とも対戦したが、1988年にソロクが一時引退したためコンビは解散、さらに1992年に大熊が現役中に死去したため事実上集結した。スタンハンセンは国道コンビをうまさ、強さも強く印象に残っていると実著で称賛している。ありがとうございます。